シネイド、ヒューストン・ケアは、イギリス、ダンディ出身の女子、フィギュアスケートアイスダンス選手権モデル。パートナーは、実定のジョン・ケアなど。2006年トリノオリンピック、2010年、バンクーバーオリンピックアイスダンスイギリス代表、2009年、2011年、ヨーロッパ選手権3位。ゲール5に由来する、女性名シネイドは通例シネイドのように発音するが、 日本では、シニードと表記されることも多い。また生は、カーと表記されることも多い。ファッションモデルとしても活動し、イギリスのファッションデザイナーである、アレキサンダー・マック・イーンのモデルを務めた。2016年7月31日に、カナダ人の元アイスホッケー選手グラント・マーシャルと結婚した。2009年 NHK 杯でのカー指定、スコットランドのダンディに生まれ、 8歳の頃にスケートを始めた。ジュニア時代にジェイミー・ファーガソンとカップルを結成し、1996年世界ジュニア選手権などに出場したがカップルは解散2000年に実定のジョン・ケアとカップルを結成した。2003から2004シーズンから ISU グランプリシリーズに参戦、イギリス選手権では初優勝を飾った。 初出場の2004年欧州選手権では10位、同じく初出場の2004年世界選手権では14位となった。鳥のオリンピックを控えた2005から2006シーズン、イギリス選手権で3連覇を果たし鳥のオリンピックに出場。オリンピックでは、コンパルソリーダンスとオリジナルダンスで11位、フリーダンスでは13位となり、総合10位に終わった。 2006から2007シーズンよりコーチをエフゲニー・プラトフに変え、迎えたネーベルホルンハイで国際大会初優勝を飾った。2007から2008シーズンのオリジナルダンスでは、出身のスコットランドの民族衣装キルトを着用しての演技を行った。国際スケート連盟のルールでは、男子選手は長ズボンの着用が義務付けられているが、許可を得て、 演技を行った。2008から2009シーズン、スケートアメリカで3位となり、グランプリシリーズで初のメダルを獲得した。エリック・ボンパール杯でも3位で、シリーズ最高の成績を収めた。イギリス選手権では6連覇を果たし、欧州選手権では初めての表彰台に立った。イギリスの選手が欧州選手権でメダルを獲得したのは1994年の。 ジェーン・トービル、クリストファーディング未来15年ぶりとなる。2009から2010シーズン、初めてグランプリファイナルに進出し4位。バンクーバーオリンピックでは8位。世界選手権では過去最高の5位。2010から2011シーズン、スケートカナダでは2位。ロステレコムハイは肩の怪我のために欠場した。欧州選手権では2度目の銅メダルを獲得。 2011年3月29日、肩の怪我により、世界選手権の欠場を発表。翌月、競技からの引退を発表した。引退後は、ショースケーターとして活躍。地元、イギリスで行われた2012年欧州選手権には、アンバサダーとして登場。スターズ・オン・アイス等のアイスショーにも出演している。2012年には、テレビドラマグリーシーズン4の、 第10話に、キンバリーナバーロ、ブレント・ボメントレグミと共に、スケーターとして出演した。ザ・インサイド・エッジ、ケル、マーシャル・ツー・エド・イン・ユーケー・キャッスル、ハット・ザ・インサイド・エッジ、ケーン・ブロード・キャスツ・メイク・アップ・ティップス・ハット、ペシャラット・アンド・ブルー・ザ・グラブ・リード・イン・ザ・ショート・ダンス・アット、ユーロズ。アイス・ダンシング・シブリングス・フォースト・ツ・ハング・アップ・ゼアー、スケーツ、ハット・ジョーン・アンド。 シネイドケルツーリタイアフロムコンペティティブスケーティングハットザインサイドエッジイットニースケーターズフィールドウィズグリー。ありがとうございます。